川マクベスの魅力っていうものはこれも見てもらわないとわからないんですけども、僕がやっていて思うのは、シェイクスピアなんだけど決してシェイクスピアではない、洋物なんだけどもこれは洋物ではない、やっぱり蜷川マクベスは和物です。そして、日本人だからこそ描ける世界観が、シェイクスピアのマクベスを借りてですけども、日本人の持つ心がこの蜷川マクベスを作ったんだなっていう感じがして、まあ仏壇マクベスと通称呼ばれてるんですけども、仏壇の中に入ってしまった過去のその英雄であったり、いろんな人たちの中のその一人がマクベスであり、マクベス夫人である、その過去の人間だけども、その過去の人間を見ることによって今のお仏壇で手を合わせる方たちが何かを得てもらったらいいな、人生とは生きるとはということをこうなんか確認できるようなね、自分の人生と照らし合わすことができることになればいいなと思うと同時に、照らし合わすことができるような作品なので、まあ蜷川さんの作った造形美もう本当に美しく儚く切なく、そしてダイナミックで詩的にあふれ、そういう蜷川マクベスをぜひ、シンガポールのお客様に、見ていただきたいと思ってます、いつも楽屋の入り口にね、蜷川さんの写真があるんですけどね、これまたいい写真でね、笑ってる写真にあるとね、そんな芝居でいいと思ってんのっていうようなね、このねそういう顔なんですよ。それでいいんです。だからね、今日も頑張っていきますって、ね、で終わったらまだまだだね、はいまだまだだと思います、だからまた明日また行きますっていう感じでね、そういう感じですかね。蜷川さんはほら満足する人じゃないですからね、僕もだから満足というよりは今日は今日生きた、蜷川さんいうのは本当に生きてるか、本当に役を生きてるかってよく言いますからね、やっぱり生きてるか生きてないかやっぱり自分で分かりますからね、ああ今やっぱり違うこと考えちゃったなとかね。でもまあ今回の蜷川マクベスは2年前はこうそういう迷いがいっぱいありましたけども、もう香港の地から全然迷いもなく突っ走りますよ。蜷川さんはいるんです、必ずどっかに。で黙ってるってことは芝居がうまくいってるってことなんです。ダメな時は「ちゃよ!」ってこう声出せますからね。だからまあもう今回は蜷川さんが声出さないってことは芝居がうまくいってるんだと思います。ええ。